おはようございます。はい、おはようございます。ご感想お願いします。お願いします。ですね、うん、去年、紹介した商品がありまして、はい、非常に好評を得まして、うん、で、今年もまた入ってきたので、ご紹介しようかなと思ってます。はい。ナンガです、今年も。ナンガのオーロラダウンジャケット。そうですね、もうこれなしじゃナンガ語れないですね。ナンガといえばっていうぐらい代表的な、あオーロラジャケットになるんですけど、うん、こちら実は毎年毎年アップデートされてきてるんですね、うん、そうなんです。ちょっとずつ実は仕様が少し違うんですよ、はいはいはい、でどういうところ違うの。まずこいつが誕生してからこの子で5代目になるんです。あ、そんな長いです、うん、だから5回もアップデートされているということでして、まず今回の特徴っていうのが一番使うであるこの腰部分のポケット、うん、これが大型化されてます。あ、ちょっとでかい。去年よりも中もこの外の長さ、はいはい、全て大きくなっているのと、はいはい、この手を入れた時に、うん、内側がキメの細かい肝になってまして、はいはい、これが非常にフリースっぽい感じの、非常にこれが熱を持つということで、はいはい、手袋とまではいかへんけど、うん、非常に保温性の高い素材を内側に貼っております、うん、で、これは前からなんですけど、全てのこのジップ部分は当然のように止水仕様になってます、うん、止水ジップとして、はい、水が侵入しにくくなってます、うん、表面はちょっと光沢のあるナイロンですが、はい、内側はこんなマットな、うん、ちょっとグレーっぽいブラックになってますね、うん、ちょっと落ち着いた感じ。そうですね。まあ軽いですし、うん、暖かいですし、うん、いうことはないかなと。去年のを比べてより良くしてポケットを大きくしたとか、さっき言ったみたいに、はい、っていうので5回目になっているのがこの2022年モデルですね。なるほどね。はい、うん、はい、でね、もう一つ実は紹介したのがあるんです。はい、今回うちにも初めて入ってきたんですが、これですね、スタンドカラータイプ、うん、フードがない、フードのないタイプになります。うん、うん、オーロラスタンドカラーダウンジャケット、まあ、そのままのネーミングなんですけど、はい、ものすごくシンプルになってます。フード付きと仕様は全て同じなんですが、はい、アウターにフードがついてるのは嫌だっていうのと、うん、僕はパーカーをよく着るので、アウターを着た時にパーカーを出したいっていう方にはこれをおすすめしたいかなと、うん、フードをそのカットすることで非常にスタイリッシュな、よりそのスタイリッシュさが増しているというか、シンプルさがある、それゆえに存在感あるかなと、はいはい、個人的には思いますね。これはこれでかっこいいんですよね。首まですっきりして、あ、そうなんですよ。めちゃくちゃシンプルにすっきり着たいになれば、うん、僕はこのスタンドカラーもめちゃかっこいいかなと思いますね。
はい、こちら、スタンドカラーのオーロラダウンジャケットでした。はい、はい、まあ、やっぱりちゃうよね。うん、ちゃいますね。僕的にはスタンドカラーおすすめですね。やっぱりあの大人かなって感じするのかな。そう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 、フードついてるよりもね、年重ねるごとにね、うんうん、おっさんになってきたらこっちの方がちょっとかっこいいんじゃないかなってちょっと思いますよね。いろいろちょっとアレンジ効かすんだったらこっちかなっていう感じがします、うん、で王道行くならフード付き、はい、っていうチョイスの仕方でいいかなと思います、うん、はい、ぜひまた参考になればと思いますので、はい、よかったらまた概要欄貼ってますし、実店舗来てくれましたら両方着用できますんで、ぜひぜひご来店ください。はい、お願いします。お願いします。それでは本日も弁天町にありますプロトコルお下がりお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。森大が90秒コーナーです。ウェイ、お願いします。お願いします。今回も、はい、ですね、早速なんですけど、今回は、今 Amazon プライムの方で、レンタルされています、うん、僕これも大好きです、ゲーマーっていうタイトルの映画で、うん、前回紹介させてもらったあのアドレナリンっていう映画の監督さん、これ2人でコンビでやってるんですよ。はいはいはい、なんていうのかな、コラボというか、監督さん2人でアイデア出し合って作ったのが前のアドレナリン で、うん、でそれがヒットして、その後に作ったのが、2009年になるんですけど、このゲーマーっていう映画になります。まあまあ、じゃあちょっとはい、お願いします。お願いします。用意スタート。はい、今回僕が紹介したいのは、ゲーマーという、うん、タイトルでして、ですね、ざっくりと言いますと、無実の罪で捕まった主人公が刑務所にぶち込まれたんですけど、それは近未来の話で、そこの刑務所の人を使って、あるゲームのクリエイターがゲームを作ったんですけど、自分は部屋におって操作するのが、その死刑囚という人間の駒を使った、まあいわゆる殺し合いというか打ち合いする映画、ゲームなんですね。だから自分はどれだけ撃たれても傷つかないんですけど、撃たれてしまうと、その自分の駒として使っている死刑囚はもちろん死んでしまうんですね、うんうん、人の命なんですけど、うん、でそれはどうなんやっていう話なんですけど、うん、そのゲームはもう異常に世界中で熱狂されているので支持されていると。おー、でそれで30回勝ち抜くと、どんだけ罪が重いやつでも出所できるっていうのが話なんです。で主人公はそれを目指して頑張るという話なんですけど、うん、そこにいろんな要素が加わってきて、実はこうだったっていう話になるんですけど、まあ、いわゆるそのゲームのシーンだったりとか、アドレナリン同様非常に撮り方スタイリッシュかっこいいっていうのがあるんで、まずはそのゲームのその世界観っていうのを見てもらうと、うん、結構話自体もハマれるかなと思うんですけど、うん、なかなかそうですね、面白いと思います。この映画もアドレナリンと違って、あの未来の話なんで、うん、結構めちゃくちゃ。死刑囚自体は自我を持ってるんですか？持ってるんですけど、うん、完全に操られてるので、うん、撃ってるじゃないですか、正面で、うん、で横から敵がズンズン来てると、うん、でも操作してるやつが気づかんかったら、うん、この来てるとは言えるんですけどその恐怖、なるほど、自分は動かないんですよ、全く、うん、面白いですね。そうなんですよ。だからこれほんまに下手したら近い将来ありそうな気はするような、もう VR の生身版みたいな、ありますよね。だから中におる人はほんまに部屋で VR ですよ、うん、こんなんしてるんですよ、ね、まあ、そのまま連動してパン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 っていうね、話なんで、ストーリー的にちょっと面白そうですね、うんうん、結構まあアホな話なんで、うん、頭空っぽにしてる、あの見れるっていう映画かなと思いますんで、うん、はい、ぜひぜひまたお時間あれば見てみてください。今回はゲーマーでした。